手鋼の冒険心。頑張ってね。ロック、準備はいい？うん、準備 OK。 行くよ。何か反応が。ロック、油断しないで。やっぱりか。またあいつだよね。ミッションスタート。
子は大体やっつけたみたいな。あ、そうなんだ、敵の反応。ブリューは大きい。ロク、気をつけて。やっぱり来たな、青いの。ここに隠れていたらいつか来ると思ってたぜ。離側前進、離側前進。集中砲火だ。船もろとも沈めてしまえ。え、沈めてしまいますの、お兄様。そんなことしたら鍵まで沈んでしまいますわ。何言ってんだ。あいつさえ倒せば鍵ぐらい後でいくらでも市長から巻き上げられるじゃねえか。あんな野郎生かしてたらろくなことにならない。あいつのせいで俺たちの計画はめちゃくちゃだ。地獄で思い知ってもらうぜ。行くぞ野郎ども。やつ、あんな生意気なやつ、別に死んだっていいじゃない。なのになぜこんな気持ちになるんだろう。ねえトロン、せっかくお前にいいメカを作ってもらったのにな。この俺としたことが。お兄様、元気出して。船に帰って一休みしたら作戦を練り直しましょう。バーム、
そうか、そうだよな。ありがとうよお前たち。俺はいい兄弟を持って幸せだぜ。よし、次こそはあの青い野郎の鼻を明かしてやる。ぐーそれにしても、なんでだろう。またあの子に負けたのに、私、なんで悔しくないんだろう。